はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジュです。では今回は提督の決断法パープキーと、ドイツ軍プレーの続きをやっていきたいというふうに思います。前回ですね、セレベス海、ここを攻略したので、日本が占領している区域海域を経由してオーストラリアまで、進軍する経路が確保できました。なので今回はですね、まずラバウルに入ってソロモンからオーストラリア沿岸を攻略していきたいなというふうに思っています。でそのためにですね、今セレベス海に入っている艦隊3個艦隊入っているんですが、このうち第3艦隊だけ衛星機空母チェルウィングが中破してしまっているので、これを一旦シンガポールに入れます。でドックに入れている間、シンガポールに入っている現第4艦隊ですね、ちょっと戦力としては劣るんですけども、この艦隊をセレベス海に派遣して3個艦隊で、オーストラリアを目指していきたいというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。内戦はすでにやっています。双発ジェット機体、これが9週間で開発ですね。ではまたいつもの内戦をやっていきます。これがさっき見たね、双発ジェットですね。さらに技術開発、もうお金は余ってきているので、すべて入れていきましょう。最終的には、アメリカ軍と空母決戦を行っていきたいなというふうに思ってますんで、このあたりはね、抜かりなくというところで、技術レベルを上げていきます。で、セレベス海に3個艦隊入りましたので、この艦隊、一旦ラバウルまで進めましょう。でラバウルの情勢を見極めながらということになると思うんですが、その結果次第で、オーストラリアまで一気に、攻めるのか、あるいはまたねちょっとドックに入れたりしながらじっくり攻めるのかっていうのを見極めていきましょうか。で航空機、まだねちょっと新型のものを作れていない状態ではあるんですが、航空機増強しておけるところは増強しておきます。バカラの爆撃機、これを、マック配備。もう完全にね、航空機に頼った戦いになってしまっているんで、別の動画でもお伝えしたと思うんですけども、今回のこのドイツプレイが終わったらね、対艦巨砲主義ということで、完全に空母、使わないという縛りを設けたプレイもやっていきたいなと思ってますんで、もうね、またこいつ空母に頼った戦い方してるわと皆さん思っていらっしゃると思うんですけども、それは今回までなんでね、ちょっとこのままお付き合いいただければ嬉しいなと思います。ロケット弾ですね。航空機用の爆撃機。これ7週間。対空対地。空対艦用の航空ロケット弾ということで、これはすぐにでもやっていきましょう。500キロ以下の爆弾を搭載する航空機に自動配備ということですね。500キロ爆弾を積んだものを、大量に作るっていうのもありじゃな。ありじゃなって言っちゃいましたけど。じゃあ、そのロケット弾、すぐにでも開発始めます。で技術開発は集めですね。できればね、全天候型の航空機を早く作りたいなというところなんで、もう惜しみなく使っていきます。でちなみに未配備艦ってあるのかな。新原生未配備艦、潜水艦ばっかだね。じゃあ一旦置いといていいかな。第14艦隊、第14艦隊に、潜水艦突っ込んじゃって、この第14艦隊を、そうすると、どこに出すかな。まあ、マラッカでいいかな。マラッカまで進出させておこう。アイルランド沖は、空母艦隊と潜水艦隊入ってるし、まあ、ただね、本格的にその、アメリカ軍が参戦してきたときに、
これらで耐えられるのかっていう不安はありますよね。あとジブラルタルだな。ちょっと第14艦隊はジブラルタルにしましょう。派遣先を。危険すぎる。マラッカは敵と接していないので、今すぐ増強が必要という状況ではないですからね。ではラバウルに艦隊を送っていきましょう。戦力比較。敵の艦隊はいないね。となると、基地攻撃になります。まあ、特段考慮しなきゃいけないこともないでしょう。早いな、敵飛行場の破壊が。雨やみと同時に、揚陸艦から陸戦隊を送り込んでいこうと思ってた矢先に、一つ目の飛行場が早くも破壊されちゃっているんで、二つ目の飛行場へと向かいましょう。で、夜になってるので、夜の間に接近して、まあ、揚陸艦部隊をね、接岸、陸戦隊を送り込む準備を、夜のうちに進めます。よし、揚陸艦を送り込もう。よし、OK だね。そしたら、第11艦、第4艦隊ですね。これは撤退させます。で、残りは空母で仕留めればいいでしょう。ここにもう1個ね、最後に飛行場ありますから、これを攻略しにかかります。またちょっと雨がやっぱりこの辺り多いですからね。またね、オーストラリアは実は僕、未踏の地なんですよね。奥さんはなんか修学旅行、高校の修学旅行で行ったことあるよって言ってましたけど、僕の高校はね、修学旅行もどこだったかよく覚えてないんですけど、多分京都とかだったんじゃないかなと思うんですよ。全く記憶にないですけど。ちょっと待ってくれ、何やってる？余計なことしなくていいんだけど。いや、見てるよ。空母が大破しちゃったじゃないか。しょうもないことしたから。マジで余計なことしたな。自分で言うのもなんですけど。そうするとソロモンか。オーストラリアには、敵の艦隊入っていますね。ただ、ソロモンとかには入っていないんで、ちょっと無理して艦隊進めましょう。ラバウルにいる艦隊。まあ、ちょっと微妙な感じになっちゃいましたけども、これを一気に、オーストラリア沿岸まで進行させる。ちょっと無茶な作戦かもしれないんですが、もうここは決めにかかりましょう。で、マラッカに入った艦隊は、ドック入り。早い。終わってる。ちょっと待ってね。そうすると、ラバウルまで3周で戻ってこれるか。となると、ちょっと無茶するのはやっぱやめましょう。踏みとどまりましょう。無茶はしない。待って、第3艦隊いるじゃん。これ、うまいこと動いてくんないのかな？日本の第3艦隊ですけどね。で、ラバウルに入っている艦隊は、一旦マラッカに、シンガポールに戻して、しまいましょう。
で、さすがにね、その何もいないソロモンは落とせると思うんで、ソロモンは2個艦隊で落としにかかります。オーストラリアもね、いつか行ってみたいなというふうには思うんですけど、なかなかちょっと足が遠のいちゃうというかね。ちょっと待ってね、ソロモンが今スパイレベル0か。となると今回のターンで無理してソロモン攻略する必要はないので、ラバウルで一旦艦隊は駐留しましょう。でスパイレベルが上がってきたタイミングでソロモンを攻めればいいでしょう。で後続のシンガポールから出ている艦隊が合流できれば、あ、なおよしというところですかね。お、 H2 型が建造可能になりましたね。この H2 型はね、バケモンみたいな艦隊になってるはずなんですけど、で追尾魚雷もういろいろ発展をしてきてるな。追尾魚雷はすぐやるでしょう。ディーゼル機関の3もやりましょう。耐水レーダーもやろう。お金はあるんでね、本当に来たるべきアメリカとの決戦に備えて惜しみなく使っていきます。夜間航空機ができたね。夜間航空機で一旦設計しちゃいましょうか。ちょっとここもったいぶっててもしょうがないし、全天候型がこの後いつできるか、まあ、攻略本見れば載ってるんでしょうけど、見ていないので、ここは一旦設計に入ろう。航空機。何をベースにするかだよね。あとは新規設計。ベース。まあ、艦上の爆撃機になるよね。何をベースにするのが一番いいか。ですが、まあ、でもやっぱりせっかくだから、ドイツ固有のものにしたいよね。ユンカースか。うん、ホッケウルフをベースにやる。まあどうせベースはあまり変わらないんで、戦闘機、艦上爆兵器ユースか。うーん、ちょっと難しい。一旦見てみましょうか。まずは爆撃機能力は500キロ爆弾は欲しいし、急降下は絶対欲しい。で夜間は可能。これがもう絶対条件ですね。で航続距離は5000はもうミニマムでも欲しいので5000でしょ。んでこれをベースに走行をちょっと上げていきます。で空戦能力、武装は、まあ、37に7の2問2問でいいでしょう。これで最高速度が382。クソだな。300キロは欲しいよな。まあ、重爆撃扱いになっちゃうけどしょうがないな。だから重爆撃機にしますか。まあ、夜間も一応出れるよというところか。さあこれでいきましょう。虹の重爆、うん、バカラの重爆撃10週間。夜間に敵の基地攻撃をガシガシ決めていくと
という内容ですね。で、ラバウルに艦隊は入った。もう一周送りましょう。戦略爆撃機、まあちょっと使う予定はないかな。そうしたらラバウルに入っている艦隊、これをソロモン、オーストラリアと進めていきます。敵の艦隊は出てこないですね。ここは委任しちゃって問題ないでしょう。敵の参考艦隊叩いちゃいましょう。うん、3飛行場叩いちゃいましょう。いや、早いわ、飛行場を潰すの。さあ、夜になった雨が降ってというところですね。夜間、さっき設計した夜間の攻撃機、うん、爆撃機が飛び始めれば、この時間も攻撃できるんですよね。まあ、今ちょっと雨が降っちゃってますけど。さあ、最後の飛行場。これも爆撃機が飛んだので決まりますね。駆逐艦が一隻撃沈されてますが、占領しているので安心だね。さあ、ではでは、本当にオーストラリアをこのまま一気に攻め取っちゃいましょう。オーストラリアのアルミ資源は本当に美味しいんで、あれ、ちょっと日本軍アルミがないならアルミあげようで、まぁ、ちょっと艦隊傷ついているんですけど、もうここはね、間髪入れずにオーストラリア攻めます。それが多分最上の策でしょう。で、マラッカに入っていたドック入りの艦隊、第1、第2、第7といるんだな。マラッカの艦隊を、3、5回まで進める1個は。第12艦隊、まあ、これもオーストラリアに一度艦隊集結させる。いやー、その必要性感じないよな。第1艦隊をマレー沖に出しておいて、それこそ南シナも取ってイギリス軍の息の根を止めますか。艦隊入ってないもんね。そうしよう。マラッカにいる艦隊、第1、第12艦隊を南シナに出して、イギリス軍の息の根を止める。これが一番いいね。
ちょっと雨が降ってるのがどう出るかなんですが、敵の飛行場は、2つが画面の中央部、マップの中央部に2つ、下部に1個っていうところかな。一つ目の飛行場破壊完了。あと二つなんですが、ここで雨か。これがあるからね、全天候型が早く欲しいなーって思うところなんですよね。で、夜間になります。敵の艦隊はいない。ともすれば、あとは、航空隊を出して、敵の息の根を止める。オーストラリア、本当に、アルミ資源が豊富なんで、今後の航空機の大増産に欠かせないんですよね。陸戦隊出すの早いだろう、ちょっとさ。上流部隊敵の反撃を受けて全滅せりって。さあ、夜が明けたけど雨なので航空機が飛ばせない。これが痛いんだよね。ただここまで来ると、なんならこのターン見送って次のターンでもう一回陸戦隊送り込むっていうのもありなんですよね。さあ、飛行場はあと1個。夜のうちに何かが起きれば、まあ、雨ですけどね。雨が降って、なかなか止まないっていうことになれば、一旦持ち越して、オーストラリアも占領っていう手もありますね。ちょうど雨降ってきたけど、一日中雨が降りっぱっていうのはちょっとないかな。さあ、夜が明けましたね。まだ雨は降ってる。ただまだ朝なんでね。で、味方の空母の艦隊も割と近くまで寄ってきているので、まあ、このまま雨が降っちゃうのかな。どうなんだろうなーっていうところですけど。ただ、思ったより雨長いですね。ああ、雨が止んだ。これで終わりだな。爆撃機が来て、終わりですね。じゃ、ちょっと時間長くなっちゃってるんですけど、もうこの、おー、全天候型来たー !14 周かかるけど、来ましたねー。全天候が来ましたね。そしたら早速、オーストラリアに航空機を配備して、あとは、飛行場建設。これもやっちゃいましょう。工場。で、傷ついた艦隊は一旦ここでドック入りします。休めます。というところで、セレベス海に艦隊入れたいな。ジャワ沖に入っているこの艦隊は日本軍のものか。南シナを次のターンで攻略したら、それセレベスに入れましょう。出た。兵器開発待ちに待った全天候型。
14週かかるっていうのは痛手ですけど、まあでも嬉しいですね。敵の艦隊はいない。3つ飛行場。また雨か。どこもかしこも雨だからな。お、1回で攻略が終わらなかった。まあちょっと航空機の数が足りてないのかなっていう感じだね。あと飛行場は2つ。航続距離的には問題なさそうなんで、航空機の数ですかね。まあ、ただ幸いここまで雨が降ってないので、1日目でまあ1個の飛行場ともう1つの飛行場もまああと1割ぐらいまで削ってるので、このまま行けばイギリスは降伏に追い込めるので、そしたら本当に全天候型の航空機の開発を待って、アメリカ軍に空母決戦を仕掛けていきましょう。さっきスイーって飛ばしちゃいましたけど、アングルのデッキをね、開発が完了してるので、それももしかしたら大きいかもしれないですね。アングルドデッキは開発が完了すると同時に自動で、空母に配備されるので、攻撃回数が単純に増えるっていうのは大きいですよね。さあ、飛行場破壊した。最後の飛行場がこの上にあります。ここです。よし。最後はもう、決戦らしい決戦なく、イギリス軍を壊滅させましたね。はい。というわけで、今回一気にイギリスを降伏に追い込むことができました。いかがでしたでしょうか。次回はですね、まずさっき見た全天候型の王国機、これの開発を早急に行って、アメリカ軍との戦争に備えていきたいなというふうに思っています。では今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。